2001年の福岡大英ホークスでは、2001年の福岡大英ホークスにおける動向をまとめる。この年の福岡大英ホークスは、大貞田春監督の7年目のシーズンである。20世紀最後の年に2年連続の日本一を逃したものの、連覇で締めくくったチームは3連覇が期待された。しかし、前年の日本シリーズ前に、主力投手の藤井正夫が32歳の若さで、 死去するなど、リリーフ陣を含めて、投手陣の弱体化が懸念された。打撃陣は2連覇に貢献したメルヴィン・ニエベスの後釜として、ペドロ・バルデスが入団し、衰えの見え始めた秋山幸治に代わって、柴原洋が一番を打つなど終始好調で、チーム本塁だとチーム打率はリーグ2位。チームは、投手陣の不振を、国母勇気。 松中信彦らの打撃陣がカバーする形で7月まで金鉄やオリックスや西武と首位争いを展開し8月には14勝10敗で勝ち越して首位を固めるかに見えたしかし9月以降貯金一致で伸び悩みまた2連覇の率役者だったロドニーペドラザやナベジーこと渡辺正和などのリリーフが救援失敗を連発して首位から陥落投手陣は 打線の援護で勝つ試合が多く、チーム防御率が前年から低下して4.49とリーグ4位に後退。打線の奮闘も虚しく、最後は近鉄の12年ぶり優勝を許し2位に終わった。この年優勝した近鉄のタフィローズは、王監督が巨人時代の1964年に記録した55、本塁打に並んだものの、大英堂主人の敬遠攻めで、 記録更新はならなかった。ありがとうございます。